サムスン電子のイジェヨン副会長が破棄差し戻し新2回目の後半期日である22日、出席した。取材陣の質問に答えず無言のまま法廷に入っていった。異副会長は同日午後2時5分に開かれるソウル交際で行われる差し戻し新2回後半期日に出席するため、午後1時26分ごろソウル裁判所総合庁舎に現れた。 取材陣は、心境はどうか、裁判長が社会的役割について質問したが、思ったことは、など質問したが、衣服会長は何も答えず法廷に向かった。衣服会長は賄賂供与、特定経済犯罪過重処罰上の横領、財産国外逃避の容疑を持たれている。